はい、やってきましたベトナムホーチミンです。ベトナムホーチミン、ベトナムホーチミン。はい、でそのホーチミンさんです。はい、じゃあいただきます。この作る店いただきます。すごいです。もうバイクだらけ。すごい、もうタバコ吸いながら乗ってますからね。自由ですよ、自由。はい、信号変わります。すごい。お、テンプル。ジャパニーズビルディング高島屋。あ、高島屋。いやいやいや、デパートメントストア。いや、バッ、あ、メニーシングスベリーエクスペンシブ。いや、すごい、もうなんだろう、至る所でクラクションになってます。おお、強引だよ。はい、めっちゃでかい。そして結構東南アジアあるあるなんですけど、この信号ね、すごい。おーおー、もう赤なのに行くっていう。おい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 、赤だよ。赤だよ、まだ。はい、変わります。おーおお、ギリギリだよ。でもあれですよね、この東南アジアのこの独特なこの発展した感じと古い建物混ざった感じがまたいいですね。はい、お、マレーシア、マレーシア。あ、マジェスティックホテル。あ、いや、yeah, フェイマスホテル。It's the only hotel. Yeah. Wow, that's the only hotel. Oh.どうぞ。 What、is statue? It's about the minister. Minister? Oh, minister. Very, very long ago. Very, very long ago. Oh. Oh. 鳴らすね。お、黒猫大和。Hey, Japanese street. Japanese street. Ah, yeah, yeah, yeah. I know, I know. Many Japanese food, food restaurant. Yeah, yeah.謎のトラックです。変わっちゃいますね。3つがあります、3つ。はい、茶っていうお店です。でここなんですけど、日本町ですね。結構多分有名だと思うんですけど、日本食レストランいっぱいあるとこですね。あ、至る所に、なんとここにもめっちゃカラオケって書いてます。
はい、ベトナム料理連れてきてもらいました。ブンチャーっていう食べ物みたいです。なんか伝統的な食べ物で、でここに多分パクチーですね、謎の葉っぱと、あとスプリングロール、春巻きと、なんかヌードルで、はい、目に入れて、葉っぱを入れる。葉っぱを入れる風です。レタス、レタス、レタス入れる。レタス入れてヌードル乗せる。ヌードル、あー、いける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 、オッケー、オッケー、いける、はい、はい、いただきます。あ、リトル、サワあ、おいしい。うん。うん、グッグッ。グッ。うん。これでも3枚くらい。でも、6枚でも、じゃあ、じゃあ、酸味が、ちゃんと。で、大根みたいな感じで。うん。あの、日本にはない味です。うん、どうなんですか、クリーム、おお、クリーム、オッケー、でかいね、シュリンプ、エビ、ここ、なんだろうか、ん、なんだろう、スイートポテ、ポテト、おお、うん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 、すごい、これマジ、これ日本、これマジで日本の天ぷらです。天ぷら、美味しいです。うん、これ時間かかりますね、これ。はい、やりました、ついにベトナムコーヒーと対面です。下にミルク入ってます。はい、あー、へえ、シェアしてここに、 OK、 へえ、おー、センキュー、へえ、はい、ベトナムコーヒー行きます。めちゃめちゃうまい。あのコーヒー落としてるのがすっげえ濃くて香り良くていいです。僕ベトナムの中でこれ一番ナンバーワンです。めっちゃうまい。はい、めっちゃ有名なとこです。はい、お、 GoPro、 はい、来ました。すごい、すごい、なんか謎に時計売ってます。はい、スーベニア、すごいね、すごい、なんかマトリオシカ、マトリオシカ売ってるし。これオペラ、オペラ、オペラ座はい、ここなんからしいです。はい、はい、めっちゃでかいバス通過してきました。はい、はい、この辺結構もうセントラルですね。はい、っていう感じで下移動します。この看板いいですよね。なんだかんだ言ってやっぱベトナムは社会主義っていう感じがしますよね、この辺とか。はい、ベトナムが社会主義です。だけど街の雰囲気はもう完全に資本主義。いいですね、このアンバランスさ。はい、味わい深いです。トイレット、とりあえずトイレ行きたいよね。
すごいね。あ、ドレスコーナーなのね、この辺ね。